見てくれてありがとう。私のチャンネルを購読してください。新しい動画が届くと通知が届きます。惨敗は野党再編の序章か。今回の衆院選で惨敗とされた立憲民主党は11月30日に代表選を行い、出直しを図る。ただ、本当に惨敗だったのか、また議席を増やした日本維新の会と国民民主党の合流はあるのか。次なる政治決戦、内閣参院選に向け、野党側の課題を検証する。総選挙の投開票当日の10月31日夜、早くも責任論が持ち上がった。立憲民主党は大きく議席を減らした。枝野幸男代表ら執行部の責任は免れないのではないか。そんな指摘がテレビやラジオの特番で相次ぎ、こんな解説も主流になった。立憲は今回、野党統一候補で共産党と組んだが、これに危機感を持った非自民票が日本維新の会や国民民主党の保守系野党に流れた。立憲は確かに議席減で負けた。しかし、吹き出した敗戦論について、幹部職員が投開票日の夜、私の電話取材にこう言った。きちんとした総括や分析もしていないのに、その瞬間に共闘批判が出たのは、マスコミや政治評論家に共産党と組むことへの批判が根底にあったからではないか。選挙序盤に自民党の甘利明幹事長、当時、も、いきなり、日本の政治史上初めて共産主義が政権に入る体制、などと言って構図を作った。まるでネガティブキャンペーンのようだ。その夜は関西の選挙特番に出演していたこともあり、全国の結果を細かくチェックできたのは深夜以降だった。比例代表も含めて全議席が確定し、翌朝に改めて結果を冷静に見ると、前夜から繰り広げられた批評は、必ずしも正確ではないことが明らかだった。立憲は小選挙区と比例を合わせて現有議席から14減。ところが、小選挙区は9増やしていた。共産党などと統一候補で戦ったため、前回の敗戦を逆転した選挙区が明らかに見られた。さらに細かく見ると、自民党と野党統一候補が戦った選挙区で、その差が1万票以内の勝負になった選挙区は59もあった。勝敗は自民党が32勝、野党が26勝、維新が1勝、とほぼ互角の戦いだった。小選挙区で自民党が今回勝利したのは187だったが、前回2017年総選挙の218に比べると大きく後退。立憲は前回の3倍に伸ばした。